それでは1時半になりましたので、ただいまから開会をさせていただきたいと思います。冒頭に申し上げました通り、先ほど申し上げました通り、時間が非常にタイトなものですから、紹介等はちょっと後ほどさせていただくといたしまして、まずは第1部の放射能線防止を制定を行う院内学習会ということで、まず冒頭に、札幌電気庁の上田文雄弁護士の方から15分、お話をいただきたいと思います。ではよろしくすみません。皆さんこんにちは。ご紹介いただきました弁護士を今やっております上田文雄といいます。私は今日のメインでお話をしていただくとなっております山本幸男弁護士と一緒に札幌弁護士会で放射線廃棄物の問題、原発の問題等についてこの30、40年来、一緒に勉強し、そして、共に活動するということで、活動してきたものでございます。たまたま私、2005年、3年から、昨年の5月まで、札幌市長の立場にございました。3.11 以降の大震災における、に伴います、福島第一原発の事故、そしてそれの瓦礫の処理等についてもさまざまな情報発信をさせていただき、全国の皆様方からさまざまなお励ましを頂戴したり、あるいは原子力問題についてのご議論を頂戴したという経験がございました。そこら辺も踏まえまして少し15分ほどお話をさせていただきたい、今度は無理を持っているところでございます。そしてこうして多くの皆様方とここに集っていただきましたことに本当に我が思って心から感謝を申し上げたい、こんなふうに思います。私と放射性物質との関わりというのは、私司法修正1975年に福島におりまして、福島の第二原発の訴訟がちょうど裁判所に提起をされたときに司法修正で札幌地方裁判所に、福島地方裁判所におりました。当時住民の皆様方が心配をされていたこと、全電源喪失ということがどうやって起きるのかというようなこと、地震のこと、津波のこと、こういった心配されたことを全てこのそれから30年、35年経過いたしまして、この福島第一原発事故としてあのような事故が起きたということがございます。非常に私は福島とはそういう意味では関わり合いが非常に深いなというふうに思いながら、原発問題についてなお興味を持って、そしてさらに多くの皆さんと共にこの問題意識を共有させていただきたい、こんなふうに思っているところでございます。弁護士になりまして1978年行った途端に泊まりの原発の公聴会が始まるというような状態でございました。そこでも福島で議論したようなことが住民の皆さん方、労働組合の皆さん方、さまざまな形で議論が展開されましたけれども、強行実施されまして泊まり原発が動くと、こういう状態になっていると思います。その後すぐ84年ぐらいでしょうか、この今度は高レベル放射性廃棄物ということで、オルドレ町というところが貯蔵工学センター、当時の動力炉核燃料開発事業団というところが実施いたしております。この原発の廃棄物を使用燃料を再処理をいたしまして、プルトニウムを取り出します。その残りの廃液をですね、ガラス黒体に固めまして、キャニスターに入れて、そしてそれを最終処分をするための研究をしようという貯蔵工学センター計画というのが発表されまして、幌延町の皆様方と一緒にですね、高レベル放射性廃棄物というのは一体何者かというようなところから勉強を始めまして、この核廃棄物問題についても深い関わりを持って山本弁護士と一緒に戦いをしてきたところでもございます。多くの皆さん方がこの訳のわからないものを突然自分たちの地域の高地に持ち込まれるというふうな状況になる、そういう時に何をまず考えなければならないのか、何が味方で何が敵なのかということをしっかり見極めなきゃならない。その時に私たちは一番頼りにしなきゃならないのは法律であるというふうに思っておりました。ところがその法律がないということにだんだん気づいてくるわけであります。私たちは法は市民を守るもの、その
工事自体が不備であるというふうな状況の中で、私たちは非常に高度の科学の技術の中で原子力の利用というものがこのされているということに気づいたときに、本当に立然たる思いをしながら、しかしそういう中で 3.11 福島原発が起きて、そしてその後の政府の対応、こういったものも本当に法律がないがゆえにですね、本当に場当たり的なそういうもので終わっているということを思いをいたさなきゃならないし、ここで本当に市民が声を上げて、そして議員の皆さん方に議論をしていた、国会で議論をしていた、そのことによって優秀な官僚の皆さん方、専門家の皆さん方が本当に頭を寄せ合ってですね、市民のために何が必要なことなのかということを議論し、そして法律にまとめ上げていく、市民を守る、環境を守る、そういうものにしていかなければならない、その第一歩が今日この場で皆様方と認識を共有することによって出発していただきたい、こんな思いでいるところでございます。詳しくは今山本弁護士の方から素晴らしいレポートがあるというふうに思いますので、お聞き取りいただきたいというふうに思いますけれども、まず放射性廃棄物について申し上げますならば、アメリカなどの事例によりますと、まず放射性廃棄物、高レベル放射性廃棄物を一体どうやって処分するか、はじめに法律がちゃんとあってですね、こういう要件のもとでなければやっちゃいけないよというふうな、こういう環境に配慮した法律がございます。それに従った手続きで指摘書を選んでいくというふうなことになるわけでありますが、日本の場合それがない、科学技術庁、原子力委員会の廃棄物 処分部会というですね、単なる研究者の集団でありますけれども、そこがこの中間報告というのを出しましてですね、有効な地層はすでにもう決まったんだということをおっしゃっております。これはもう30年も前ですよ。有効な地層はもう決まったんだと、選定は終わっているということを宣言をされています。根拠は分かりません。何も示されていない、そういう状態が続いているわけであります。で、何が有効な地層なのかというと、砂岩、砂のようなものですね、こうぐちゃぐちゃに壊れてしまう砂岩のように、適正に明らかに劣るものの以外はこれは適正なんだ、対応できるんだ、要するに人工バリアでやれるんだっていうですね、そういうことを言っているわけでありまして、私たちのそういう日本のやり方によりますと、このプログラムはもちろん今日もおいでになっておりますけども、水波もですね、これはいくらでも処分できるよと、こういう話になるわけであります。もう諸外国では10万年持たせるのでおっしゃりだろう、放射性物質を人類の生活環境の中に取り入れることにならないようにするため、独裁力でものすごい一生懸命悩んでいることをですね、日本ではそういうふうなやり方をして、市民に対する責任というものを、ここが一切手をつけていないというふうに私は思うわけでございます。そういうことが今度の原発の事故の場合もそうであります。放射性廃棄物を出ますか、福島原発から出てまいりました、いろんな原子放射性物質を含んだものが付着をしたですね、瓦礫を全国でこの分けてですね、処分してほしいということが政府の方針として出されました。これをですね、私は本当にひどい思いをしたんですけれども、札幌は私もその放射性廃棄物については少し先ほど申し上げたようなことから勉強しておりましたので、これは分散しちゃいけない、責任を持って国が集中管理をするべきだという信念といいますか、正しい見解を私は持っておりましたので、政府のやり方は絶対良くないということで、札幌では受け入れられませんということを宣言させていただきました。全国から非常に大変な批判を受けました。みんな福島の人は困ってるのに札幌は協力しないのかというですね、そういうメールがもう毎日ですね、私の執務室に行きましたもダーッとパソコンがいっぱいになる、そんな状況でご批判いただきました。私は一つ本当に反論ができるわけでありますけれども、じっと我慢しながらですね、さまざまな研究者の皆さん方にもそうじゃないよということを言ってもらうための努力をさせていただきまして、最終的には本当にですね、
廃棄物の放射性物質に対する認識というものを正しく持たなければ、場当たり的な人情でかわいそうだから困っている、それを助け合うのは日本人だ、絆が大事だというふうなことを言っていた、その世論を私の言っているところで、北海道は一切受け入れないということで、最終的に終わったところでございます。多くの地域からも励ましをいただいたり、あるいは問題提起をいただきしながら、この日本のこの廃棄物に対する認識というものが一つそこで、示されたというふうにも思いますけれども、しかしまだそれも100ベクレルが8000ベクレルにどうしてなったのかというようなことは何も分かりません。そしてそれが暫定的なものなのか、恒久的なものなのか、場当たり的なものなのか、どうなのかについてもはっきり分かりません。2011年3月11日の震災の処理の問題として、今特措法が作られ、廃棄物処理法の改正も行われるというような形で行われたものなわけでありますけれども、今度これから原発の事故は起きないんでしょうか。私は起こる可能性が十分にある。それは反省がないからです。反省をしない、法的にも何らそれを担保する制度を私たちは勝ち得てないということが、再発をする、また事故を起こす、またひどい目に我々が遭う、そういうことにつながるんだということを疑わざるを得ないし、そういう状況に今我々があるんだということを、みんなでぜひとも認識を共有したいなと、こんなふうに思っているところでございます。ぜひ今日の機会にいたしまして、山本弁護士、本当に素晴らしい勉強家でございまして、隅から隅までさまざまな法律を駆使いたしましてですね、それを点検をし、ここが欠けている、これこそやらなきゃいけないことなんだということをですね、今日述べていただくわけでありますが、ぜひきっかけにしていただきまして、市民が声を上げ、そして議員がそれをしっかり受け止めて、そして議論をする、で官僚の知識を本当に活用させてもらって、そして練り上げていく、そして安全な環境に良い、私たちの社会を作っていくということをですね、進めていかなければならないと、こんなふうに思っております。それなしにですね、再稼働はないでしょう。私は二度と失敗をしないようにするための大きな運動を私たち自身が担っていかなきゃならないという気持ちを新たにいたしまして、これから山本弁護士にマイクを譲らせていただきたいと思います。もう少しお話をしたいんですけれども、残念ながら札幌で仕事がございまして、ここで失礼させていただきますけれども、どうかよろしくお願い申し上げます。ご清聴いただきましてありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございますので、今のお話に対してもし質疑があれば最後のところで一括して、ご質問を受けたいと思います。再度上田弁護士に拍手をよろしくお願いします。それでは今お話がございましたように、山本弁護士からの詳細なご報告をいただきますが、ちょっとその前に今日の主催申し物につきましてちょっとご案内をさせていただきたいと思います。お手元の資料集の中に今日の第1部第2部の当社のプログラムが出ておりますので、ご覧いただければと思います。呼びかけ団体5団体とそれぞれ第1部第2部主催団体が記載してございます。でこの第1部冒頭に上田弁護士からお話をいただきましたが、これから放射能汚染防止法の制定を求める院内学習会のメインの報告を山本郁夫弁護士の方からお願いをしたいと思います。今回の院内学習会及び環境省交渉院内集会開催にあたりましては、あらかじめ、衆議院参議院の3つの委員会、環境委員会と産業経済委員会、そして文教科学委員会、なるみに弁護士出身の国会議員の方、また北海道出身の弁護士の方、その他もちろん委員会に所属されてない国会議員の方々、総勢235名の方にご案内を差し上げて、はがきで返事をいただきましたのが、お手元に17名の方の議員からのご返事がコピーをしてお渡しになっているかと思います。235名にご案内を差し上げたんですが、17名の方から、大半はご都合悪くてご欠席と
というご回答をいただいております。今日はまた改めて、国会議員の方、秘書の方、ご出席していただいておりますので、改めましてまたご案内を差し上げたいと思いますが、本日は申し遅れましたけども、この会場の手配とそれから第2部の方の環境省交渉の設定にあたりましては、参議院議員の福島みずほ事務所に大変お世話になりました。まあ、これをお借りしまして、御礼を申し上げたいと思います。議員の方も出たり入ったりというお話を伺っていたんですが、まあ、もし、見えましたらご紹介させていただきたいと思います。弁護士の方から早速ご報告の方を お願いしたいと思います。パワーポイントを使ってお話しいただきますので、させていただきますけれども、私が大体ですね、1時間ほど、その後15分ほどですね、札幌を中心にこの運動の中心になって活動されている佐藤典子さんから経験的な報告とですね、皆さんの訴えというような形になるわけですけれども、私の方は時間は長いんですけれども、運動のですね、中心は市民ということになっておりまして、時間は長いんですけれども、私はどちらかというと前座のつもりでやりますので、一つよろしくお願いします。時間の関係もあるので早速始めますけれども、上田弁護士が最初にお話しされて短い時間なものですから触れる部分がですね、大変限られていたんですけれども、トータルな形で現在法律制度がどうなっているのか、今我々が法律制度としてどういう取り組みをしていくのかをですね、そういう現実に即して、しかもトータルな形で述べさせていただきたいと思います。有権者と議員の役割、理解を見直そう。立憲主義法治主義の経験、原子力公害と法律、45年前の公害国会を継承するというような視点で、話を進めてさせていただきます。これは現実の生活から理解するということが非常に重要です。議員と市民の裾野の広い協力関係を築いていくには、生活しているものの視点で法律がどこがおかしいのか、何が必要な法律なのかという捉え方をすると、議員と有権者が政治的テーマを共有できるというふうに思っております。で、現実に起きているところから見ていきたいと思います。これはですね、滋賀原発防災訓練となっておりますけれども、福島原発の事故があった後、新たな防災マニュアルができた時の最初の防災訓練です。これは総理大臣も参加してですね、行われたものですけれども、ここから入っていきたいと思います。滋賀原発の防災訓練で、震度6強の地震が発生した。送電鉄塔が倒壊した。外部電源が喪失をした。非常用ディーゼル発電機が停止をした。その結果、注水機能が喪失をしたということが想定されて、2日間にわたる防災訓練が行われております。注水機能が喪失をし、全面緊急事態に陥ったということになっております。そこで総理大臣が緊急事態宣言をいたしました。屋内退避、緊急輸送、住民避難、一時移転、こういうことが訓練の内容になっております。で、2日間にわたる訓練は終了をいたしました。訓練が終われば、人々は自宅に帰り、畑に出、漁場に船を出して、出勤し、通学し、保育所や幼稚園に通うという日常生活に戻ります。問題はしかしです。実際に起きたらその後どうなるんですか。実は、これに対する回答は法律に書いていなければならないはずなんですけども、これが今日言いたいことのですね、ポイントなんですけど、ないんですね。実際に起きたらその後どうなるんですか。家畜はどうなるのですか。漁業は、学校は、病院は、保育所は、役場はどうなるのか。汚染した者の責任はどうなりますか。結局住民はどの法律でどのように守られているのですかという疑問に答えなければならないはずです。このような疑問は原子力施設の全部に及びます。汚染というのはですね、
過酷事故ばかりではありません。汚染水の垂れ流しを取り締まる法律はありますか。原発の運転中に海を汚染した者の責任はどうなりますか。汚染廃棄物のずさん管理を取り締まる法律はありますか。再処理施設の海洋汚染を取り締まる法律はありますか。学校や保育所の近くで汚染廃棄物を焼却するようなことを禁止するような法律はありますか。これはないんですね。原発の問題というのは放射能汚染の問題です。当たり前すぎるこの疑問に汚染に応える法律になっていない、この人間生活が無視されているところに根本的な問題があります。法律家でない人からも日本は法律国家なんだ、法治国家なんだというような怒りの声が上がっているような状況です。ではここでですね、法律はそれではどうなっているのか、ここからは原発に関わる法律の大枠の説明をさせていただきます。原発に関係する3つの法律分野があります。他にも法律分野がありますけれども、大きな法律分野としてはこの3つがあります。安全防災汚染です。そしてそれぞれの法律に基本法があって解法がつながっているというような体系になっています。安全については原子力基本法、そしてその下に原子炉と規制法などの解法があります。それから防災については災害対策基本法があって、原子力災害対策特措法などがその中心になります。次に汚染です。汚染については環境基本法があり、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染に関する2つの法律があります。でこの安全防災汚染ですけれども、放射性物質については公害関係の適用が除外ということで安全防災で括弧して汚染空白としましたけれども、汚染に対する法律から適用を除外されてきたということです。その結果原子力の問題は安全性と防災の問題に限定され、汚染は法的課題から外されてきたということになります。かつて原子力公害という言葉もあったんです。学者の論文の表題になったりもしてました。しかしこの言葉もしごかし、一般の人も原発イコール安全性防災と捉えるように習慣づけられてしまったということになります。反省的に申し上げますと、私自身も原発といえば安全性防災というふうに連想してしまうという問題を持っていたということで反省をさせられております。次のステップです。原子力関係法の、それでは人と環境への対応はどうなってきたのか。汚染の関係の原子力関係は環境基本法から適用除外されて、原子力基本法以下の法律によるということになっていたんですから、その原子力基本法以下の法律は人と環境をどう扱ってきたのか、これを説明したいと思います。法律の説明というのはなかなか難しくて、ちょっと説明するものも厄介なんですけれども、結論をまず先取り的に述べますとですね、電力会社は自分で作成した保安規定というものを作ります。原発を最初に設置する時の原子炉等設置許可というものが最初にありまして、現実に動かすという運転の前にですね、保安規定というものを作ってその認可を受けることになっています。しかしこのようなマニュアルのようなものを作って、操業するということになっていますけれども、汚染するなという命令の構造にはなっておりません。命令の構造でないから責任も発生しない、こういう構造です。で、講習はどういうふうに扱われているかというと、マニュアルによる操業の恩恵を受ける、だから安心していなさいという構造ですね。汚染から公衆の人権を守るという法律構造にはなっておりません。で、これをこの今回の事故の後皆さん知るようになったですね、
一年シーベルトの例で、説明して、理解していただきたいと思います。電力会社が作成する保安規定があります。そしてこの保安規定にはですね、周辺監視区域というものを定めるようにということに決められています。周辺監視区域。でこの周辺監視区域というのは法律の定義がありましてですね、周辺監視区域の外側は1ミリシーベルトを超えない区域ですよと。ちょっと珍しい規定の仕方なんですけれども、周辺監視区域の定義としてその外側は1ミリシーベルトを超えないということに定義されている。で電力会社はこの保安規定に従って操業しているので、公衆は1ミリシーベルト以上被曝しないことになっていると。それだけの規定です。1ミリシーベルトというのは法律上の基準であることは間違いありません。法律が決めているものです。その決め方がこのようなことだということですね。で当然に、じゃあこれで被曝させたらどうなるんだという疑問が出てきますけれども、それは想定されておりません。これが1ミリシーベルトというものの決まりの決め方です。これとですね、表裏の関係にあるのがこの汚染を防止するということが欠落しているものですから、原子力関係の法律というのはこういうふうに尻抜けのようなですね、法律が蔓延しておりまして、広い範囲で希釈とか拡散という政策が取られております。ばらまくことを規制しないで薄めて捨てれば良いという考え方がどうしても蔓延してしまうんですね。大気、河川、海洋に広く分散させれば人に害を及ばせないという考えが広く取り入れられてしまっている。一番ひどいのはおそらく最初の施設でしょう。これは海のですね、3キロ先の海から猛烈な圧力をかけて海に分散させるというようなことが行われております。ではここでまた次のステップに移ります。では事故を受けて立法機関である国会は法制度全体の不備についてどのように反応したか。誰が考えてもやはり今までの説明の通りこの法律はおかしいと思いますよね。汚染について、欠落しているわけです。で国会は事故が起きたとき177国会が開催中でした。で、別に放射性物質についての審議ではないんですけれども、このときに水質汚濁防止法という法律の改正案が審議中でした。でこのときこのような事故が起きたものですから、国会はどのように反応したかというと、水質汚濁防止法の改正案が成立した6月10日にですね、付帯決議をしました。この付帯決議というのは国会が意思表示をしたわけですから、国民に対して、こういうことですよというふうに意思表示をしたわけですから、極めて重要なこれは決議です。ぜひ覚えていただきたいと思います。環境省が国民の負託に応える行政を法に基づき遂行できるよう、放射性物質に係る適用除外規定の見直しを含め体制整備を図る。おそらくですね、日本の議会史上このような決議をしたのはおそらくないのではないかと思います。というのは環境行政が法に基づき遂行できるようにしなければならないということは、行政が法に基づき遂行できる状態ではないですよということを立法機関である国会が自ら認めたということですから、これは憲法の中学の社会の公民というよりも、もう小学校の時に教わる基本の基本です。ここが崩れてしまうと民主主義体制そのものが壊れてしまうことも重要なところです。ここがおかしくなっているということを認めたと言わざるを得ません。これはね、こういう宣言、要するに決議というのは宣言ですよね。でさらに1年後の汚染対処特措法、いわゆる福島のゴミの問題の特別
ラボ1ですけれども、ここでも防制度の在り方について抜本的に直しをするというふうに、これは付則で決めたということです。次に、ではこのような国会が方向性を決めたわけですけれども、現実に法律の改正状況はどうなっているかということを見ていきます。放射性物質の適用除外規定がありましたけれども、環境基本法13条が削除され、これが削除され、基本的な法律がまず適用除外規定を削除しました。で、放射性物質は法律上公害原因物質に位置づけられた。この位置づけで法整備に取り組むことが必要になってきたわけです。ということは原子力法の手直しの問題ではないということを念頭に置いてください。で、この公害原因物質っていうのは、言葉はですね、ここに入れましたけれども、別に私の造語ではありません。例えば福島県の環境基本条例というのがあるんですけれども、国の環境基本法のこの改正に伴って、この条例改正も行われました。極めて抽象的な改正ですけれども、そこの説明の文書にですね、放射性物質が公害の原因物質に位置づけられたため改正しましたよってなっているように、自治体でもこの公害という規制の対象物質として位置づけられたという捉え方をしている。これは当然のことですけれども、そういうふうに認識していただきたいと思います。現在までのそれでは法改正の具体的な状況ですが、適用除外規定が削除になったのは、環境基本法、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環境影響評価法、その他ありますけれども、土壌汚染の関係法の除外規定はまだ残ったものです。それから大気汚染防止法、水質汚濁防止法というのは大変重要な基本的な法律なんですけれども、ここでの最もさらにその中の柱になるべき環境基準とか規制基準というのは整備されておりません。常時監視とか公表程度のものが行われただけです。で、基本法適用、実施法未整備の状態で、法整備はまさにこれからです。次のステップに行きます。法律の問題というのは厄介で、場面がたびたび変わりますけれども、ご容赦いただきたいと思います。放射性物質の公害法はどのようにそれでは整備すべきなのか、理想論はいろいろあります。皆さんにお配りした資料の中にも、当面の環境基本法に基づく改正は全体としてこうあるべきだとか、あるいは長期的なものとしてはこうあるべきだとかっていうサンプルで皆さんで作った入ってますけども、今日ここでですね、述べるのは、そういう理想論は一旦脇に置いて、現在の法律の構造に沿ってどうすべきかを考えていきます。で、効率的な施行整備のために2つの基本法だけの違いを常に意識することが大切です。原子力基本法とその解法の体系、環境基本法とその解法の体系です。原子力推進行政にはですね、両者をなるべく一緒くたにしてしまおうとする傾向があります。もうすでにあちこちにそういう傾向が見られますので、この2つをきちんとこの問題に意識を持つ方々もですね、区別をきちんとつけておく必要があります。常に曖昧にしようとする動きがあります。で、ここで確認します。原子力基本法というのは、産業を振興するために作られた法律です。これはこの原子力基本法のもとに原子力特性法ともあるんですけれども、このような産業の振興という大枠の中の法律です。原子力基本法の第一条には、原子力利用、それからそれによる産業振興等を図るというようなことが書かれている通りです。もともとこの法律ができたのは、原発を日本の国策として導入するために作られた法律です。一方、環境基本法はどういう法律かというと、
これは産業活動を規制する法律です。環境基本法の中には公害対策基本法という法律が内容的にはすっぽりそのまま入っております。これはもともと公害対策基本法という法律があったんですけれども、ブラジルの環境サミットなどを契機にですね、環境基本法という形になったんですが、もともとあったものがそのまま現在でも生きている。で、そこのですね、公害というところの定義規定には事業活動などによって被害が生じることであるというような定義規定があり、またその公害国会においては産業との全部条項とありますけど、これ調和条項の誤りです。調和条項が全部削除されております。産業との調和というのが、削除になっております。申し訳ありませんが、これは調和条項と直しておいてください。で、ここまでの前提にですね、我々の課題というのは公害としての法整備です。環境基本法のもとにある海洋汚染防止法、湿地汚染防止法、土壌汚染防止法、その他の法律について放射性物質をこの規制対象にする、この外側にあるですね、別な法体系である原子力関係の法律の手直しとは、それは欠陥があれば欠陥だらけですから手直しはしなきゃならないんですけども、その手直しとは別にこの法体系を整備しなければならないということです。では、公害規制法というのはこの適用するとしてもどんな仕組みになっているのか、そういうステップに進みたいと思います。以下、公害国会で体系化された公害規制法の仕組みを大きく概観します。基本の確認なんですけれども、自然界は空気、水、土壌というような我々が言葉で表すものの中に我々は生きているわけです。で、空気と水、土壌の中にもですね、まず最初に通常は空気と水が汚染され、そして土壌に及んで土壌を汚染するというような関係がありますけれども、空気と水の汚染、その汚染をまず表に出ていかないように規制する、こういったことが最も基本的なところに位置づけられます。で、汚染してしまった場合にはこれを除染させるとかですね、そういうこの空気、水、土壌という関係があって、これらに即した形でこの公害国会で成立した法律は形成されている。不十分なところたくさんありますけれども、そういうものだというふうに確認しておきましょう。で、もう一点ですね、これに関係して具体的にな場面で必要になる区別をここで示しておきたいと思います。公害規制については先ほど大気、水質、土壌と言いました。まずこれについて規制をするというのが公害規制の中心です。公害規制法という狭い概念で言いますと、この3つを規制するのがまず公害規制だというふうに考えてください。ところが、これに関連する法律として廃棄物処理法とか循環型社会形成法とか環境影響評価法とか、そういったものがありますけれども、この大気、水質、土壌についての規制を抜きにしてですね、廃棄物処理法などを適用しますと規制のない公害施設になってしまうんですね。ですから、そういう見方が必要です。で、それを後ほどまた触れることになりますけれども、このような今まで述べたようなですね、ことから公害規制法制度の基本的な構造というのは、規制基準を作りまして罰則などによって強制する、要するに汚染するなどした場合は罰するぞというような命令構造になります。で、環境基準という似たような言葉があるんですけれども、これはですね、罰則までにはいかないけれども、いかなくてもさらにその上乗せをした形で、より良い環境を実現していこうということで、強制力はないけれども行政の達成目標として環境基準というのがあります。
通常環境基準、規制基準という順番で言うんですけれども、この内容的な順番で今述べました。で、常時監視というのがまた柱の制度になります。常時監視というのは、規制基準や環境基準を作っても、実態を把握できなければ、それを対策は対応できないわけですから、常時監視というのがつきものです。そして、一旦汚染されたものは除染せよというような構造になります。これが基本の基本ですね。それから、もう少しこれ具体的に実例で言いますけれども、水質汚濁防止ボーナスや環境基準、規制基準というのはどんなふうになっているか。カドミウムについてはリットル当たり 0.003mg 以下とか、規制基準は 0.03mg 以下。これは最近まで 0.1mg 以下だったんですけれども、これだけ3倍ほど厳しくなりました。PCB については環境基準は検出されないこと。からリットル 0.003 アルキル水銀については環境基準、規制基準とも検出されないというのが規制基準、環境基準です。で、検出されないというのは厳しすぎるみたいに、印象で受け止める方が多いかもしれませんけれども、公害についてのこの検出されないという基準はですね、そんなに珍しいことではありません。これは測定の最低限度の値まで至らない場合にはこういうことになるわけですけれども、このようなものがあるということを一応念頭に置いてください。そして規制基準には先ほど言ったように罰則の適用があります。これが実例です。大きなところなんですけれども、条例の制定、公害国会において、大きな成果の一つは自治体の権限が非常に強化されたということであります。上乗せ条例というのは国が定めた基準より厳しい基準を定める。国が横出し条例というのは国が定めていない公害原因物質を独自に規制する。で、大気汚染防止法、水質汚濁防止法については共に上乗せ横出しを条文で認めているんです。これは海外では自治体の権限がすごいとかって言ってますけども、日本という海外にもすごいものがありますよって私はよく言うんですけれども、こういうものが明文で規定されていることを45年前にですね、悲惨な公害の中からこういう権利が生み出されているというか、生み出されているとか確認されているとかですね、あることを思い出していただきたいと思います。で、ここの次のステップに行きますが、放射性物質へ適応したらどうなるか、具体的な適応を考えていきます。で、ここでもまた前提知識的にいろいろ出てきて大変なんですけれども、原子力施設からですね、放射性物質が出ていくことを2段階に分けて考えていただきたいと思います。排出することです。言ってみれば漏洩したりですね、業務的に、日常的に、広報的に排出するということがありますが、これ排出すること、その結果として被曝することの2段階で、排出することはベクレル単位で、表されます。それからどれまただけ身体に影響するかのシーベルト単位で、先取り的に結論的なことを言いますと、この排出というところできちっと規制しないと規制になりませんよということですね。そういうような区別をしておきましょう。で、放射性物質への規制応用ですけれども、基準を設けて強制する、規制基準、排出したら罰するぞというようなことを決めることですね。それから、これは排出基準、排出基準、大気汚染水質についてそういうものが必要になってきます。これにペアになるように環境基準が決まる。それから土壌汚染については公害法がまだ適用除外になっておりますから、これを除外規定を削除して、規制基準や環境基準を定め、さらに除染の義務などを整理していかなければならないというような課題に今直面しているということであります。で、それじゃあそんなに難しいものなのかというと、実はですね、
放射性物質の基準というのは比較的容易だと考えて、良いと思います。というのはベクレルという単位がありますよね。これは福島の汚染水の垂れ流しなんかの場合も何兆ベクレルとか何十兆ベクレルとかって単位で言われているように量で測る単位がこのように確立されてますから、どれだけ排出したか、体にどれだけ取り込んだかとかですね、土壌がどれだけ汚染されたかとかっていうのを量的な単位で表すこともできますから、それほど難しいことはないと。専門的で難しいという言い方をされたらですね、そんなことでないでしょうということを言った方がいいと思います。この点については汚染水が漏れた時に規制委員会の田中委員長がですね、ベクレル単位で発表してた、あれは安全保安員の人ですか、そういう人たちに対して、重さを表すのに長さの単位で言ってるようなもんだと、イロハも分かってないというようなことで怒ったんですけども、別に分かってないんじゃなくて分かっててそんなこと言ってるわけですね。だからごまかせないようにしましょう。で、あるべき放射性物質の規制基準、環境基準、先ほど例を挙げましたけれども郊外の他の原因物質についてですね、大気汚染防止法、水素防止法については基本は出口におけるその総排出量、要するに量的な規制ですね。それについて例えばセシウムなんかについては日常的にある原発からは出ていないんです。異常な事故とかなんとかでない限りですね、こういうものは出ていませんから検出されないという基準を設定していいんですね。で、それからトリチウムとか、あるいは気ガス類を大気に出すとかっていうのも出口における全体量として規制しなければならない。個別具体的な核の各種、要するにセシウムだとかその他のものについては通常排出されないものについては検出されないという基準を作って何もおかしくありません。で、適用の施設ですけれども、原発再処理施設、廃棄物処理施設など全て、一律に決めるべきだと私は思っております。土壌汚染については適用除外規定の削除と汚染規定の整備が必要になってくるということですね。で、次に、具体的な現実に起きてしまったこの福島事故由来廃棄物への応用の問題について、触れていきたいと思います。果たして、十分な考えに至っているかどうかわからないんですけども、まず基本的な原則としてはですね、上田さんが言ったように希釈拡散というのを何でもかんでもそういうですね、やり方をしている、あるいは法整備の仕方もそういうようになっているというようなことをやめて集約封じ込めという原則を打ち立てる必要があると思います。それから処理処分施設に対する汚染の規制、大気汚染、水質汚染、土壌汚染というものを規制する基準を作って、規制基準を作るのとして規制する、こういったものがありません。それから除染とか除染の義務を定める、その基準も定める。それから汚染の対処特措法についてはこれは公害関係の法律が適用除外にならないに作られた場当たり法でありまして、これは公害の規制法への組み替えが必要です。で、ここでですね、その場合具体的にどうしたらいいかについて、先ほど述べたことの再確認をさせてください。これは公害規制法と関連法を区別することです。大気水質土壌について基準を定めて規制するということがないまま放射性物質について廃棄物処理法をですね、行政が省令で定めれば廃棄物処理法をストレートに適用して処分してもいいですよっていうのが今の8000ベクレル問題なんですね。あれは省令で、5000ベクレルでもよかったし8000ベクレルでもよかったし1万ベクレルでもよかったんです。省令で自由に決めれるようになってるんですね。そういうようなものをですね、規制の基準もないようなところで廃棄物処理法の一部分が適用されてしまったというのがこの現在の大きな不安の要因になっているわけですから、この大気汚染、水質汚染、土壌汚染についての規制をした上で、公正行政をということは基本的に
大切なことであります。で、もう少し事故による廃棄物に対する公害規制の応用について、やや格論的に言えばですね、常識的に考えてまず立地の規制が必要ですよね。居住 地域からどれだけ離れていなきゃならないのかとか、そういう処理処分施設なんですね、学校、保育所、病院などからの距離などの基準、それから処分施設にしろ処理施設にしろですね、セシウムなんかについては検出されないということ形にして、違反を当然罰則で強制するというようなことをしなければいけないと思います。それから常時監視、1年に1回、観測すればいいとかですね、そういうようなことがあるようですけれども、これは常時常に変化が分かるように監視しなければダメです。それから次に管理責任、人に害のあるものを管理する場合には国がやろうと民間がやろうと自治体がやろうと管理責任者を定めて、管理義務違反に対して罰則が設けられなければならないというのは当然です。こういったものはありません。それから自治体、これは福島をはじめとしてですね、各自治体もうちょっと根性を持ってほしいんですけれども、条例による上乗せ規制もできるんですよ。そういったことを機会で、検討してほしいですね。それから国がやろうと民間がやろうと自治体が立ち入って検査をして住民を守るというのは、これはもう自治体の権限として当然のことだと思います。そういったことがそういう国政の場あるいは地方の場でですね、議論が起きていないことがちょっと問題ですね。で、今行われていることはそれじゃあどういうことかというと、先ほど言いましたけれども、大気水質土壌の汚染規制なしに、この前提なしに廃棄物処理法を適用したのが汚染対処特措法です。8000ベクレルまで廃棄物処理法に適用して一般の飲み扱いをしてしまった。その結果、自治体の廃棄物処理処分施設が環境基準も規制基準もない、実質的には放射性物質の処理施設になってしまった。100ベクレルまでのクリアランスレベルなどから見れば、当時はこれみんな原子力施設の施設内で行わなければならないものを、皆さんの住んでいるところのゴミ処理施設で処理をしているというようなことになっているわけです。で、こういうふうに考えてきますとですね、汚染のゴミの問題っていうのは原子力の公害の問題なんです。これは公害規制の全体の法整備とですね、汚染ゴミの問題は原子力公害規制という面で不利一体です。これは共通の課題です。このような課題に取り組む限りですね、これは全国民的に取り組む限りは福島の風化ということはありえません。ただ忘れないようにしようとかどうのこうのって言ってれば、それはなるべくそういうことには触れないようにというようなことになりかねないんですけれども、公害規制という法整備をしようとすれば取り組まざるを得ませんので、風化はありえないというふうに捉えておきましょう。いよいよ終盤ですけれども、ちょっとお疲れだと思いますが、これまでの取り組み経験を踏まえてですね、今日のテーマにとって基本的で重要な論点を僕は質問として数点紹介します。これは北海道での4年間の取り組みで、おそらく全国共通の疑問だと思うので、ご紹介します。これは皆さんのところにプリントしてないところなんですけども、敷地問題ってありますよね。これは公害の原因物質のほとんど全てにあります。これは確定的影響とか確実的影響というのも全てにあります。じゃあなぜ大きな問題になっていないのか。これは法律で実際の影響度よりも通常はうんと厳しいところ、安全なところで水準を決めて規制基準を決めるんですね。これは理屈っぽく言えば予防原則だとか安全要因値だとかっていう言い方もあるんですけども、そういうもので決めていますから、一旦決めるとそれは敷地論争なんかするまでもなく法律違反じゃないかと言えるわけなんですよ。そういうことが大切ですね。それから風評被害、これは札幌の方がですね、風評被害と言われて口をつぐまざるを得ないようなことになっているじゃないかということで、大変心配であるというようなことがあって、ぜひ言うべきだということで、
なるほど、そうだと思いましてですね、入れたんですけども、厳しい公害規制は風評被害をもたらさないかということなんですけども、これは全く逆です。公害規制の法律が整備されれば、風評被害という抑制を受けることなく、法令違反を主張できるんですよ。法整備なく不安の表現を風評被害とするのは、不安を抑圧するこれは人権侵害です。遠慮なく不安を口にできるような法整備をしなければいけません。風評被害を問題にするなら、その前に基準を設けて取り締まる法律を整備することが筋です。はい、次よくある質問、2番目。単なる立法論ではない。これも最初の頃よく聞かれました。国会が立法の不備を認めているんです。環境基本法も改正され、大気汚染防止法、水素防止法も適用除外規定が削除になっています。現実に進行中の問題です。単なる立法論の問題ではありません。事故に由来廃棄物のように国民が直面している具体的な問題でもあるわけです。次によくある質問、議員の皆さんにぜひお伝えしたいんですけれども、少数の脱原発議員に法整備は無理ではないか。これは選挙の結果軒並み落ちてしまったというのがあってですね、こういうことをよく聞かされました。これは間違いです。国民が困っている問題を議会という舞台に政治的課題として乗せていく。世論と議会が合し合う過程でですね、多数意見と少数意見が変化するというのが大規制民主主義の基本中の基本です。困っている問題を課題化できるかできないかが勢力の伸長するか縮小するかに大きく関わっているというふうに考えなければならないと思います。 60% の人が再稼働に反対しているんですよね。 60% の人たちは何を不安に思って、再稼働に反対しているかというと、先ほど言いましたように安全防災汚染の中で汚染なんですよ。汚染されるからみんな心配してるんですよね。別に原発の建物が壊れることが困るわけでもなければ、鉄の塊が溶けるから困るわけでもなくて、その中に放射性物質というものがこっそり溜まっていて、それが汚染されて自分の生活が破壊されてしまうというところに、この 60% の人たちは恐れているわけですから、ここに軸足を置いた形の取り上げ課題化をしなければ、議会に 60% の意思は反映されないというのが、この4年間の経験によって言えることです。で、欠けているのはこれですね。人の生活目線の問題で実際に起きたらそれもどうなるんですかという問題提起が結局はなされないでここまで来ている。法律が、じゃあそんな立派な法律作ったら原発を動かせないんじゃないかという人がいるんですけども、それはそれでいいわけですから、汚染に対する規制をきちっと作らせるということが必要です。 60% の人と課題を共有する。再稼働問題としては、安全審査防災にとどまっている論点を、汚染被害はどの程度想定されるとか、対策はどういうふうになっているのかとか、あるのかないのかとか、国や地方の公の場に乗せていくということが必要です。環境基本法改正に伴う放射性物質から人と環境を守る公害規制の法整備を同時に進めていく。ですから立法問題というのは、法律をこういうものを作れという問題だけが取り組むの課題なのではなくて、こういう汚染を課題として取り上げさせていくという市民運動もその中に重要な位置を占めるということです。よくある質問、もう一つですけども、もう日本では無理ではないの。これも本当に何回も聞かされました。で、これは無理ではありません。日本の公害法の体系を見ていただきたいんですけれども、これは日本の国民が作ったものです。外国からいただいたものでも、いわゆる押し付けられたものでもありません。この法体系に自信を持つ必要があります。先進国はそんな立派なことをやっているのかということについて、例を申し上げますけれども、これはですね、92年に日弁連のヨーロッパ調査に上田さんたちと一緒に参加したんですけれども、これはイギリスのセラフィードのですね、メインの事務棟にあるエントランスホールの写真です。
ここに私が入っていく前にですね、ここでは子どもたちの白血病の裁判が起きたりしていたんですけれども、この汚染した地域にサイクリングロードがあって、子どもたちがサイクリングをしておりました。でそれを見たときに、よくこういうところでは子どもに絵を描かせるようなことをやって、子どもを道具に使うんですね。これが最悪なやり方だと思うんですけども、ここでもそんなことをやっているのではないかということで、私は予断を持ちましてですね、カメラをすぐシャッターを切れるようにして、みんなから離れたら困るもんですから、中に入って玄関入ったらですね、すぐ壁伝いにスッと歩きましたらですね、すぐありました。スクールアートインカンブリアですね、学校の子どもたちにこういう絵を描かせてここに貼ったりしてるんですよ。やっぱり同じようなことをやってるんですね。それからドイツは素晴らしいという話を何度も事前に聞かされてきました。これはドイツの産業省です。それからこれはドイツの環境省です。産業省は原発を推進する側、環境省はこれを環境面から規制する側のものですけれども、ここでたまたま私が質問担当に当たっていたものですから、事前のいろいろ調べる範囲ではちょっとやっていったんですけども、さっぱり訳が分かりませんでした。なぜ分からなかったのか後で分かったんですけども、要するにですね、ドイツの学者自身が自分たちの法律がどうなっているか分からないほどもう複雑になってしまっているというようなことです。ですからストレートに日本に取り入れることがいいとは限りません。日本見直そう、日本の経験としたんですけれども、日本の法律をの素晴らしいところをですね、見ないで今進行しているところについてほったらかしにして外国はいいよって言ってるんじゃこれまずいと思いますよ。日本には大気汚染防止法、水質汚濁防止法、環境規制基準があって直罰規定もあるんです。それから自治体の権限として、ドイツでも州の権限がすごいとかって言いますけれども、横出し条例や馬出し条例を明文化してるんですよね。確かにドイツも素晴らしいかもしれませんけれども、日本も同じでそんなひどいものではありません。それから公害犯罪処罰法というのは、これは当時世界に先駆けて制定されたという法律なんです。公害によって人に危険を与えるようなものは犯罪ですよということをストレートに規定した法律というのは、おそらく今でもないんではないでしょうか。ですから45年前に多くの人たちが悲惨なですね、公害の被害を受けながら我々に残してくれたこの法律をもう一度見直していただきたいと思います。で、海外ばかり目を向けているとですね、環境省がこういうことをやっております。環境省が海外調査を最近しております。報告書も出しています。そこでどんなことをやっているかというと、環境基本法の改正に伴うこれは調査です。米英独仏、ここでですね、放射性物質について日本の環境基準に当たる基準は設定されていない。これは何のための調査かというと、日本の法律を守らないための材料探しですよね。こういうことを日本の国民がもうちょっとしっかりしないと、こういう日本の法律に反すること、国会の議決と逆のような活動をすることになりますから、こういうことをしっかりと捉えておかなければなりません。どうしたら日本が生み出した公害規制の法律を守らないで済むか、そういう材料探しの目的の調査だと見ざるを得ません。で、いよいよ最後の方ですけれども、我々は最悪のその放射能汚染事故を起こしてしまいました。地球はあちこちにですね、ホットスポットのようなところがもうたくさんできてしまっているんですが、その中に日本を見ると福島のこう問題もありますし、もう50キロですね、原発もあって生み出した廃棄物もあります。こういう状況の中で、最後にですね、本当に法律を作らないで、現在のように電力会社や行政にお任せのようなことでいいのかと、法律の整備なしに放射能汚染を防げるかということであります。結論は防げないというのが私の結論です。以上、早口でしたけれども終わらせていただきます。山本弁護士、どうもありがとうございました。大変分かりやすいお話で、山本先生が作られた
ガイドブック、まあ、これ両方、まあ、今日のプレゼント、それからガイドブック両方読んでいただけると非常に理解わかりやすい、理解しやすいかなというお話でした。まあ、このパワーポイント資料の中にはないんですけども、ぜひ、ご提供いただけるようにお願いをしようかと思いますけど。最後はすいません。入りました。失礼いたしました。資料の中に今パワーポイントを全部入っているということですので、ガイドブックの方と合わせてお、ぜひ配布した後ですね、直したようなところもありますので、補充して考えていただきたいということだそうですので、どうも改めまして山本弁護士に拍手をお願いします。ありがとうございます。もう一方ですね、放射能汚染防止法制定を札幌の市民の会事務局をされています佐藤さんの方からご報告を15分でお願いします。皆様こんにちは。放射能汚染防止法を制定する札幌市民の会の連絡係をしております市民ネットワーク北海道共同代表の佐藤典子です。今日はありがとうございます。こういう時間を与えていただきまして本当にありがとうございます。上田市長、前市長は今私たちの会のアドバイザーということで関わってくださってまして、今お話をいただきました山本弁護士にはこういう法律の問題ですとか現在法律の問題点などたくさんのアドバイスや提言をいただきながら活動を続けてきているところです。で今日お手元に、先ほど山本さんの、パワーポイントを6コマにした資料、それから私どもの緑の、未来への責任汚染なき脱原発のための放射能汚染防止法制定をというもの、そしてその私たちがこれまでどういう、問題提起を行ってきたというかをまとめた資料目次というので31ページ31の資料、それからもう一つが、放射能汚染防止法を制定しようというパンフレットの構成のホチキス止めがございます。で先ほどから藤原さんがおっしゃっていたガイドブックというのはこういうちょっと厚めの B 号でして、議員の方とそれから秘書の方にと報道関係の方にはお手元に入っているということなのですが、皆さんの中にはない方もいらっしゃるかもしれません。後ろの方で販売もさせていただいておりますし、この中にはこういう申し入れの中身を提案したらどうだろうというその原案とかがありまして、もう今でも活用できる資料が入ってございますので、帰りに手に取って見ていただくだけでもお願いしたいと思っております。それでは私の方から市民の会の方の活動状況を報告させていただきます。まずどういう構成団体でやってるのっていうのをよく聞かれます。この緑の裏側の右端の下側の方に構成メンバーが書いております。私は生活クラブ政協の会員なんですけれども、同時にその生活クラブが生み出した市民の政治団体の市民ネットワーク北海道、それから新しい働き方を自分たちで作っていこうという NPO のワーカーズコレクティブのメンバー、また環境市民の会の連絡会の札幌のメンバー、そして子どもの未来を守る市民の会、そして最後の原発公害に取り組む札幌市民の会というのが山本さんがこういう会を立ち上げて関わって今こう私たちの今活動が続いてきているということです。で私はこの脱原発の問題に取り組むときに1986年のチェルノブイリの原発事故からもう今度の4月26日で30年を迎えるんですけれども、本当に小さな子どもの子育て中でした。そしてその原発事故で 8000km 離れた私たちの食卓の上にその死の灰が降り注いだというこの現実は本当にもう子どもたちに安全な食べ物をと本当に願う母親のささやかな願いもたった一発の原発事故で無残にも崩れ去るのだということを突きつけられました。
それ以来、脱原発、反核平和運動、核と人類は共存できないというそういう思いで仲間と活動を続けています。しかしながら 3.11 で本当にこういうことを起こしてはならないと思っていた原発事故が起き、チェルノブイリの原発事故と同様のレベル7だというようなことで、本当にどうやって子どもたちを守ることができるんだろうか。そして北海道にはプルサンマル計画で進められている原発を1基持つ3基あるんですけれども、その原発があります。この原発が1基事故を起こしただけで、もう北海道全域が放射能汚染まみれになるということはもう明らかですし、どうやってこの原発を止めるための運動を広げていったらいいんだろうかということを、この事故のあと仲間と何回も話し合いを重ねていきました。で、私たち何ができるんだろうという中に、今回今山本さんの方から提言がありました、今の法整備が原発推進者の以外の何者でもないということ、そして人や環境を守るそういう法律はないのだということを本当にその時突きつけられました。私たちが願う社会は自分たちの手で作るという中で、この法整備の不備を国に対し問題提起をし、そして子どもたちを放射能の被曝から守るための法律を作るための活動を広げていこうということで、これまで、いろんな申し入れなどを行ってまいりました。で、お手元の方の資料にございますけれども、私たちがこれまで行ってきた問題提起の中で、今年もう3月11日で原発事故から5年になりますけれども、事故のあとどうでしょうか。事故の収束はありません。そして汚染水の問題は後から後からもっと大変な状況になってますし、その建屋などの問題でももう手つかずの状況で続いている。そして避難をされている方が県外で5万5千、そして、県内の方ですね、それから県外でも4万3千人の方がいらっしゃるということです。それから本当に昨日の2月15日公表の最新の福島県民調査報告書では、福島県の小児甲状腺がん及び疑いのある子どもが2ヶ月半ぐらい前から151人だったものがまた増えて163人になっているという状況ですよね。本当に原発事故は重大な人権侵害以外の何者でもないということ、それから最悪の環境破壊以外に何者でもないということ、私たちはこの放射性物質を公害物質としてしっかり位置づけて、それを規制するということを求めていくということをしっかり認識していかなければならないという思いで、そしてまたそれを共に声を上げる方々を呼びかけながら今日まで活動を続けてまいりました。で、資料目次にありますけれども、資料1のところでは、もう私たち原発事故が起き8月に国に求めたのが、放射性物質による環境汚染防止法の早期制定を求める緊急申し入れを行いました。それから資料2にありますように、公害犯罪処罰法というのを先ほど山本さんがおっしゃってましたけれども、1970年にこの法律が作られました時には、水俣病やまた八幡製鉄所の公害問題や、もう日本中がこの公害から自分の子どもたちや人の命をどうやって守るかということで、本当に一人一人の力で作り出したのがこの公害犯罪処罰法の法律だということを山本さんと勉強を重ねる中で学んでいきました。そしてそれが皆さんのパンフレットのホッチキス止めの中に入れてありますけれども、たった7条でできているという本当に短いものです。で、その法律の中でも、公衆の生命または身体に危険を生じさせたものは第2条に書いてありますけれども、3年以下の
懲役または300万円以下の罰金に処するというようなことが書かれてあります。この金額はホッチキス止めのこのパンフレットの中の2ページ目なんですけれども、今の時代には合わない、本当に軽いものですけど、この時代にはこういう処罰するという法律を作っていたというのは本当にすごいことだなっていうふうに思いながら活動を続けてきました。今の時代に合うようにこの公害犯罪処罰法というものがあるのだから、その改正をするべきだということを一つ私たちは国に求め活動を続けてきたものです。そしてもう一つが放射能汚染という規制基準を作り、環境基準を設置し、そしてまた処罰法や排出責任を盛り込んだ放射能汚染防止法を作るべきという、この2本立てで問題提起を行ってきたというところです。なので資料の2では放射能汚染防止法の早期制定と公害犯罪処罰法の改正を求める緊急要望書を提出、そしてその年の12月には、皆さん の資料の6のところにありますけれども、全国会議員の721人の方に、私たちが考えているこの問題提起と資料を送らせていただきまして、ぜひ一緒に考えていただきたいという活動を続けてまいりました。それから私たちができることとして、各議会から意見書を出そうということで、この資料5のところにもありますけれども、江別市議会が一番にこの問題を提起し、環境汚染を防止する法整備を求める意見書というのを提出してきました。これに伴ってまた北広島、石狩、それから小樽市などもこうした意見書を提出という動きを作ってまいりました。残念ながら札幌では残念っていうよりも、その時に市民の方がこうした法整備が必要なので、ぜひ議会から意見書を提出してほしいという陳情が出ておりまして、一つの議会でそういう議論がされている時に意見書を出すことは難しいということで、その時は提出できなかったんですけれども、資料31に一番最後にありますように、今こうした意見書を改めて出そうという動きを作り出しているところです。ちょっと今回は日程的なこともありまして、第1定の市議会への意見書提出っていうのが難しい状況ではあるんですけど、引き続き日程で提出できるように活動を続けていこうという活動をしているところです。それから私どもはこれまで多くの環境団体の皆さん、それから脱原発の活動をされている皆さんにこうした運動の呼びかけをさせていただきまして、ぜひ一緒に声を上げていただきたいという活動を続けてまいりました。また各自治体では、私たちはこういう環境基本法についての問題を捉え、先ほど山本さんのお話の上乗せ条例横出しっていうことありましたけど、各自治体の環境基本条例の中でこうした放射性物質をしっかり位置づけるようにっていうような意見交換を行いながら、札幌と北海道とのやり取りを進めてきたところです。こうした動きも、大きくはソシネットの皆さんと、7月18日には使用済み核燃料の再処理の問題についてもこういう問題点を一緒に問題提起をさせていただいたり、全国市民政治ネットワークの皆さんと一緒に学習会を重ねたりという、そういうことを広げながら今回まで活動を続けてきているところです。で、私は最後に、今日は国会の議会の中で議員さん本人にこうしたお話をなかなか直接お伝えすることができず、ちょっと残念なんですけれども、秘書の皆さんが何人も来てくださって本当にありがとうございます。私たちが今議員の皆さんと市民の力で運動を作り出すという、そういう大きな時に来ていると思います。
私たちが今市民の先ほどのお話にもありましたけど不安だというこの声をしっかり受け止めてこの放射能の汚染の問題に取り組んでいこうよというそういう会を議員連盟という形になる手前でもそういう会をこの国会の中にぜひ作っていただきたいと思っています。今日おいでの大柄雅子さんにはそういう役割をまた担っていただきたいという思いでぜひ熱い思いを受け止めていただけたらと思っています。それから今 3.11 が5年目来ます。で、福島の皆さん先ほど言いましたように今もなお避難生活で大変な思いをされています。約1300人の方が北海道にもいらしてまして札幌でもいろんな意見交換をさせていただいています。やっぱり心の拠り所をどこに求めたらいいのかっていうことをまだまだそういう声をたくさん聞きます。私たちは全国でこの3月を原子力公害をそれに取り組む月間というふうな位置づけになんとかできないものでしょうか。各地域から今日今お示ししましたようなこの資料はいつでもどこでも誰もができるそういう問題提起の形になっておりますので一人でもそれから各団体の皆様も3月とは言わずこの問題提起を1年に1回は最低国に問題提起をしていくというそういうことができないでしょうか。私たちは福島の皆さんを孤立させてはいけないと思っています。国会でも子ども被災者支援法というのの中で議員連盟ができていてそういう方々と一緒に活動をしているというふうに聞いています。これをさらに広げていただきたいと思いますしこの 60% が再稼働に反対だというこの不安だという思いをしっかり受け止めてるよというそういうところを国会の中に場所として作っていただけたら大きな私たちの活動の広がりの本当に拠り所になるのではないかと思っています。今日は本当にこういう問題提起をさせていただきましてありがとうございます。先ほどの山本さんのお話の中でたくさん伺いたいことがお持ちではないかと思いますのでこの残りの時間はそういう時間に有意義に生かしていきたいと思っております。これからまた共に活動を続けていきたいと思っておりますのでどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。上田弁護士、そして山本弁護士、佐藤さん、お三方のお話を一応終わりました。個人的な感想なんですが、すでに今お話ありました資料にもありますように、この放射能汚染防止、あるいは公害判断処罰法の改正運動が、今からもう5年前、2011年、事故を起きて、まもなく始まっていたという北海道からですね、そのこと不覚にも私自身も知りませんでした。放射能汚染防止法制定運動があるということを実は知ったのは3年前です。それから北海道の方と連絡を取り、ガイドブックを入手し、山本弁護士のお話を伺い、北海道に飛んできてですね、意見交換を して、今日にこぎつけた次第でございます。山本弁護士のプレゼンテーションの中にも、いくつかあらかじめ想定の Q&A、実際に今いろいろ出た Q&A もございました。これから残りのですね、16時には第1部は終わりたいと思いますので約1時間、ぜひ会場にお越しの皆さんからのご質問、また今後の運動を向けてのですね、意見交換ができればありがたいなと思います。山本弁護士の話がありましたように皆さんもご記憶だと思いますが公害国会で重要の公害法関連法ができたのは1970年ですね。あと5年先って言いますと2020年東京オリンピックパラリンピックの年がですね公害国会からなんと半世紀になるわけです。その半世紀の間に日本の類類たる公害被害者労働者の運動の上でやっぱり公害関連法令ができてきたというこの歴史をやっぱり今時の政権がですね覆そうとしている。
このことは絶対に許してはいけないだろう。まあ5年というともうあっという間なんですね。でこの私どもは5年、2020年までにはですね、海外から来られる方たちにもですね、日本が勝ち取ってきたこの公害関連法令骨抜きにされつつあるということをやっぱり明らかにして、山本弁護士等の提案されている市民によるやっぱりと議員による立法化に向けてこれからの取り組みができればと思いますので、まあ、ぜひあのいろいろなご意見、ご質問等をいただければと思います。ご質問の方進んでおります、田中と言います。ちょっとですね、あのお話に水をかけるようなことを申し上げますけど、あの辛抱して聞いていただきたいんです。で私はですね、この放射能とかですね、汚染についての規制値をですね、入れるときには相当厳しい目で取り掛からないとですね、逆になるというふうに懸念しているんです。でその理由はですね、基準値とか規制値とかいうものは天井になりがちで、放射能の場合ですね、その基準値を上回らなければですね、いくら出してもいくら放射能を排出してもいいんだというですね、そういうカルチャーを作りかねないので、まあ、先ほど総力規制の話もありましたけど、その点についてもですね、若干ちょっと申し上げたいんです。でまず一つ目はですね、放射能 の, その人体とか生態ないし生物に対する影響ですね、悪影響がどの程度なものなのかというのがですね、これが科学の世界で確定していない、固まっていないどころがですね、戦後延々と続いてきたこの何て言うんですかね、核兵器の時代でですね、放射能の危険性といったものが歪曲されたりねじ曲げられたり隠蔽されたりして、さらにはですね、そういうものが動物実験も含めて研究検証されることさえ妨害されてきたという歴史があるんです。したがって科学者の中でいろんな人がことを言う人がいるというのはですね、そういう放射能の保証のないしは原子力に関する科学というものが実証的に裏付けられていないということを意味していてですね、そう簡単なものではないということです。これがまず1点目です。それから2つ目はですね、放射能の危険については、これはおおよそカモンセンスになってきましたけど、敷地というものがありません。その敷地危険性についてですよ、危険性について敷地がないという、そういう状態の中でどこに基準を置くのかということはですね、相当徹底して悩まなきゃいけないし、その基準の置き方についてもどういう単位でですね、どういう形で置くのかというのもですね、相当突っ込んで考えなきゃいけないというふうに思います。それが2つ目です。化学物質の場合は動物実験をやって、そしてそのですね、100分の1ぐらいのところにですね、置けば、先ほど安全バッファーという話がありましたけれど、一応それで大体は大丈夫なわけなんですけど、放射能の場合はそうはいかない、どうも数値が小さくてもですね、危険な場合もある。例えば幼児とか胎児とかといった子供に対してはものすごく小さなベクレルであってもですね、危険だということもあるんです。でしたがってその簡単に決められるというふうに思わない方がいいというのが一つですね。それから二つ目は、今申し上げたベクレルであっても放射性物質によってそれが発射しているですね、放射能のエネルギーの大きさが違うんです。例えばトリチウムとプルトニウムが放出しているエネルギー放射線はですね、アルファ線とベーサー線で、そもそも放射線自体が違いますし、それが持っているエネルギーの大きさも全然違います。挙動も違います。でさらにやらしいのはですね、放射性物質と一言で言いますが、それぞれのその放射性物質は化学物質としての特性も持っていますから、プルトニウムやストロンチウムやセシウムやトリチウムといったものが体の中に、それは人間だけじゃありません、生物の体の中に入った時にですね、全然違う行動をします。ですから総量規制とか何とか言っても、単純にベクレルを全部足し込んでですね、これで規制しますといったようなやり方というのはですね、非常に危険であるというのがですね、2点目です。それから3つ目はですね、これもあまり詳しく言うと時間かかるので一言で申し上げますと、シーベルトという単位は非常にインチキ臭いということです。で一番言いたいのは、そのシーベルトという単位が持っているその方法論が体全体で薄めてしまう、体全体で平均を取ってしまって、内部被曝の持っている局所的集中的な被曝の特性といったものをほとんど反映していない、言い換えれば外部被曝の方法論を内部被曝に延長させて、単純に外部内部を足し込んだシーベルトにしてしまっているということなんです。でこれはですね、まあ、これ言うとあれですが、基本的には内部被曝の危険性をごまかす、そういうやり方だったということなんです。
したがって、基本的には規制値というものはシーベルトという単位を使ってはいけないのではないか、使うのであればライフ被曝のみに限定して、ライフ被曝については基本的にはベクレルでやっていかなきゃいけないのではないかという、強い問題意識を持っています。でこれの典型が六ヶ所村の再処理工場です。あそこは確かですね、シーベルト単位でもって、こんなもんだろうというですね、いい加減な計算結果を出してきて、ものすごく膨大な量の放射能を環境に放出しているにもかかわらず、大丈夫ですよというようなことを言っているわけです。あの再処理工場の方法論を、このいわゆる 今問題になっている、その規制値基準の設定の考え方に入れるようなことがあればですね、これはまさに逆効果になってしまうということをですね、強く申し上げたいというふうに思います。それから、最後にですね、ライフ被曝につきましては、それ以外にもその放射線過重係数とか組織過重係数といったものがかけられていて、これについての科学的実証的な根拠なんてありません。したがって、実行線量と言われているですね、シーベルトというものはほぼインチキ、つまり科学的な実証性を持たない、あるいは人間や生物に対する危険性の大きさを表していない、大変大きなですね、過小評価を経ているですね、インチキ概念の可能性が高いという、そういう認識が必要だというふうに思います。それからですね、ベクレルとシーベルトを換算する係数があります。これは食べ物の寄生値を測るときに出てきましたね。実行線量換算係数とか言っています。何ベクレルの放射能が食品の中にあれば、それを食べた人間はですね、一生どれくらいの被曝をするのかっていうのをシーベルトで換算して弾き出す算式なんですが、これもインチキ臭い。なぜがインチキ臭いかというと、生物学的半減期という概念がインチキ臭いからなんです。で実は生物学的半減期というのはですね、なんかあたかもですね、90日とか、子供なら6、ごめんなさい、接種後の場合ですけど、大人なら90、子供なら60とか言ってマスコミは報道していますが、そんなことはないんですよ。実際、アメリカの戦後直後の段階で人体実験をした結果があって、その数値を見てみると、短い人なら本当の数十日、長い人になると500日とか400日とかですね、いわゆる生物的半減期は当然ながら人によって、それぞれの個体によってものすごくばらついているんです。そのばらついているものをこんなもんだろうと言って決めた90日というのが、いわゆる生物学的半減期と言われていて、その生物学的半減期を使ってベクレルとシーベルトの換算係数というのが計算されて出されているということなんです。で、まあ、今申し上げたように、この放射能と生物ないしは人体に対する危険性の問題というのはですね、インチキだらけだということをですね、肝に銘じた上で、私は総量規制とか規制値は入れた方がいいと思っているわけですけども、徹底して疑ってかかるというですね、その姿勢を忘れないでいただきたい。逆効果になるということです。以上です。ありがとうございました。ですね、どうしましょう。今5人の答えがあったんですが、すいません、順番違いますけど、すいません、あと、バさん。ありがとうございます。実はこの汚染防止法の話は、すいません、原子力資料情報室の番と言います。この制定運動を始める時からお手紙をいただいて、佐藤さんたちの方から、で全然取り組んで来れなかったし、まあちょっと忙しいということもあって、今日はいないで集会するということで、それで、まあどういうものであるか、基本的に制定するという方向で動くべきだなと思って聞いておりますが、少しイメージがつかないところがあるので、先生にお伺いしたいんですが、その環境基準と規制基準、これの違いなんですね。それで、どれを規制基準に言うのかわからないけど、というか多分今のロキ法でいう告示に言われている、まあ、敷地境界における、まあ、濃度限度といいますか、それは空気であり水であり両方あって、その限度というのが、まあ、定められています。でそして、まあ、年間1ミリシーベル
というふうになっていまして、まあ、それはあの再処理工場 はそれが適用されているんですが、普通の原発の場合は50マイクロシーベルトというのが目標値としてなっていて、でそれが、まあ、ある意味では総量規制的なものになっていると受け止めることもできる、良い方に関してです。もちろん罰則規定等々はないのでそれだけではダメなわけですが、でそうなってくるとそのまま2つの縛りの上に環境基準、まあ、それを規制基準とするならば、それに加えて環境基準というのはどういうふうなイメージでやればいいのか、どの環境をとってもこれ以下っていうふうなそのものを環境基準というのか、それともまあそのある原発からの放射能が出ている、その出口のところのそのところで判断しているのは、なんかその辺がちょっと私イメージつかなくて、もう少しその2つの違いというものをしていただければと思います。今お二方からのご意見、ご質問ありましたので、ここで、大和弁護士の方からすみません、コメントとお答えありましたらお願いします。まずですね、最初のご質問なんですけれども、まとめるとおそらくですね、基準を作って、要するに科学的な裏付けのない状態で基準を作って、規制するということになると逆利用されて、許容基準になるという心配ですね。こういう心配は私ももともとしております。で、そういう面はですね、この放射性物質だけではなくてやはりいろんな面であると思うんですけれども、これに対してどう考えるかなんですが、このガイドブックを作る過程でもですね、そういうご意見、たくさんいただきながら検討してきたんですけども、今の段階での私の考えというのは、やはりこれまでの原子力発電所とかですね、何かから物が出ていますね、出ている中で、少なくともセシウムとかですね、ああいったものっていうのは本来出ないことになっている。じゃあ出ないことになってるんだったら、それは法律で、出したらダメだよという規制を作るとかですね、それからもう一つはその、実際には、ね、トリチウムとか気取りとか出てますよね。出てるものについてそれじゃあどうするのか、私も科学的な知識もありませんし、非常にあれは問題であると、原子力発電所の周りには白血病の子供がいるんだとかですね、がんの発生率が高いといろいろあるんですけども、それで分かってから何かをするというのではこれはまずいと思うんですよ。でそのあたり私も大いに悩むところでありますけども、じゃ それを原子力発電所でここまでだっていうんであれば、とにかくそれを強制するなり何なりのところから始めて、そして公害っていうのは観測だとか、それに対する研究だとかっていうのは必ず制度を作ればついて回るものですから、そういったものを整備する中で改善していくというのは、やっぱり他人任せにするんではなくて、我々の方から作った法律の形において実現していくということしかないのかなというふうに思うんですよね。ただ行政機関である内閣がですね、責任を負わなければならない行政のこういう部署があるんですよね。それはどういうのかというと、原子力委員会っていうのは行政機関です。そこがですね、これは公式な見解ということになるんですけども、放射線の浴びる量というのは医学的な放射線を浴びるとかなんとかの機会の多くなった現代においてはですね、少なければ少ないほど良いというのがこれが公式の見解なんですよ。ですからそういうものをきちんと捉えてですね、厳しい基準にしていく。ただ基準を作らないでこのままだと、今はもうはっきり言って、事故がなら事故が起きて汚染したら、その汚染したものに合わせて、法律を作るというようなやり方になってますから、これはもう絶対ダメです。それを超えて、どこまでいくか、常に、裏側にはですね、許容限度になりかねないという心配が
おっしゃる通りの心配をしながら、まあ、ここまで来ているというようなことです。なおこれからみんなの考えていきたいと思います。それからもう一つ、規制基準と環境基準の違いなんですけれども、実はこれはですね、法律から来ているんですね。公害対策基本法という法律がありまして、もともとあったんですけども、それが環境基本法って変わりましたよね。で、この環境基本法という法律が直接ですね、その公害物質について環境を基準を決めるという、直接決める基準が環境基準という名前がついています。で、一方で規制基準というのは罰則を伴うような基準で、例えばそれは環境基本法にそういうものを作るということになっているんですけども、それは個別の、例えば大気汚染防止法とか水質汚染防止法とかっていう個別の法律で、これに違反したら罰則を伴うよという規制という法律用語はですね、強制を伴う場合に普通規制というのを作るんですね。ですから現在のこの環境の、例えばここの東京都の大気の汚染についてはですね、大気汚染防止法による同じ公害の物質であっても強制を伴うレベルが規制基準としてあると。それとペアとしてですね、それよりももっと厳しいんだけれども罰則も何も伴わない、これが行政のいわゆる達成目標ですね。それが環境基本法に基づいて二段構えになって、環境基準というのができている。ちょっと分かりにくいんですけども、もっと簡単に言うと、罰則を伴う規制基準があって、罰則を伴わないけれどもそれについて、上乗せした厳しい基準を目標にして、環境基準にすると。で、大体環境基準のほとんどは、まあ、達成されていると言われていて、ただ大気汚染防止法については全く実現していないというようなところがあるんですけどね。ただその場合にはこういう先ほどの話とちょっと共通するんですけども、行政の方はなるべく強制を伴わない環境基準で物事をやっていこうと。だから規制基準の方はあまり厳しくないところで規制基準を作っておいて、環境基準でこんなにいいことやってるんだからということで、まあ逆に許容基準になりかねないという危険性というのはやっぱり常についてもらってますね。でもそれはやはり公害の悲惨な状況の中から生み出した法律のものですから、常に利害が産業界と対立するところが、環境を守るというね、ところが対立するところがありますから、やっぱり運動してそれは厳しいものにしていかなければならないんじゃないかなと思います。答えになっているかどうかわからないんですけども、以上です。ありがとうございました。私は 3.11 以前からこの放射性廃棄物の問題を非常に関心を持っておりまして、その中でアメリカのロザリー・バーテルという中央委員長がいるんですけどね、この人は科学者なんですけれども、国際的な科学者でして、アメリカは一切 その、要するに使用済みのものを民生利用してはいけないという法律を先頭立って作った人なんですね。それに対して日本は100ベクレルという基準値があって、それで既に東海村で廃炉し始めた時に NHK がそれを報道したんです。で、それを見た時にちゃんと1キロあたり100ベクレルかどうかを一つ一つ計測して、そしてその100ベクレル以内のものはまた製鉄所に持って行って再利用しているところを移して、そしてしかもそれを再利用しているものが公園のベンチとかそれからテーブルになっていたわけですね。で、これを見た時にうわー嫌だなーと自分は思いました。ところが 3.11 になったら一気に8000ベクレルになりました。そしてこの状態がどうなっているのかというのが非常に私は気がかりです。で、なぜかというと、ロザリー・バーテルが活動した最初の時にアメリカの小学校で机が被爆していった鉄でできたわけです。で、これが大問題になって、一切の民生利用というのはどういうことか、自転車とかそれから冷蔵庫とかそういったものに入れてはいけない、その代わり全部劣化ウラン弾に行っちゃったわけです。それでそれと同じようなことが台湾で起きました。台湾ではその再利用した鉄が今度マンションの鉄鋼材として使われて、
で、たまたま原発に勤めてた人たちが測定をしておかしい、高いということが分かって大問題になりました。で、去年韓国では何があったかというと、これがアスファルトに入っていました。そして大通りではなくて小さな小道に、要するに日本の福島のことを知って市民が日本人も韓国に行くようになりましたので、測定器を持つようになりましたね。そうしましたら、これはバカ高いということに気がつくようになりまして、このアスファルトの道、これはなんでこんな高いんだということが問題だったんです。そうして行くようになりましたら、これが再利用品だということが分かるようになりました。それで日本では東京製鉄という会社が再利用品ばっかり製鉄している会社です。で、これが生産量が非常に上がりました。私はこの東京製鉄を見てください。立地工にもちゃんと使われてますよ。高層マンションの何に使われてるか分かりません。ただ私は今までの鉄ではない、そういうものが何に利用されてるか全く規制がない中で行われてて、そして最近冷蔵庫を見てください。冷蔵庫は全面がガラス張りになったんですね。ほとんど鉄の使用量を少なくしました。それでそういう新製品をどんどん開発しているんです、日本人も。それからまた、例えばシャープのような会社といって名前を出したら申し訳ないけれども、ちょっと経済的に今社用になってますよね。そうするとこの会社の商品でとてもいいものがあるわけです。そうするとこの商品はどの鉄を使いましたかと私は本社に電話するわけですね。一切言いません。どこの製鉄所の鉄を使うか一切言いません。それに対してドイツのミーレという会社があるんです。そのドイツのミーレという会社は掃除機で有名ですが、電子、コンベクとかそういうものも作っています。そのミーレという会社は自前の製鉄所を作っています。だからその全てがステンレスで、そのコンベク1台が80万とかするわけなんですが、全然違うんです。それがただ私が思ったことは、ドイツ人の男性はきちっと家族を守ろうとする。それに対して日本人の男性の見識のないこと、一切こういうことに責任を持たないこと、家族に対しても自分の子供や孫たちなのにもかかわらず何にも分かってないです。家電製品の会社がですね、そういうことがね、すごく残念です。週間に前に沿ってね、それでこれらのことはですね、その人たちの意識を高めるためにおいても非常に重要なことだと思っています。で、私が山本先生に聞きたいことは、アメリカの法律はどうなっていますか。そしてアメリカの鍋とかね、そういうものに関しては私は多分鉄はそういう被爆剤は入ってないというふうに思っているわけです、今でも。でもそのアメリカの法律に関してちょっと研究していただきたいんです。それと、もう一つ大事な話は、岩手大学で、13日にアニー・ガンダーセンが来て講演しました。その中に一言入ったみたいなんですね、核燃料サイクルをやっていますよね、そのモンジュ。それに対してアメリカの、DOE エネルギー省が1年間に1億ドル、すなわち100億円近くを毎年日本、アメリカから日本に送っているという話がアニガナセが出したんです。これはきちっと国会で答弁してもらいたいところですね、本当かどうか。アニガナセが言ったんだから、おそらく録画もしているので根拠がない話ではないと思うんですね。ただこれについてはこういうことで日本の政治が進まないんではないか、そういう部分も含んであるんではないか。そしてそれを聞いた人間は、核燃料サイクルって非常に危険なものだからアメリカはしないで日本にさせてるんじゃないかというふうに受け取った人たちが大半でした。これについてきちっと分かるように教えていただきたいと思います。ありがとうございました。私はですね、今原発メーカー訴訟の原告団の世話人をやっております、大久保と申します。今も第3回のご答弁もまた入ってきてまして、3月に第4回あるんですけども、私たちですね、今実は山本先生もですね、私たちの
原発メーカー訴訟の、弁護団の一員に加わっていただいております。その中でですね、私が言いたいのは、結局ですね、今いろんなところで訴訟が起こってますけれども、ポイントは各原発ごとにっていうよりも、最終的にはその原発を作っているメーカーがですね、とにかく責任を負わせないとダメだということで今回の訴訟を起こしております。で、私たち今考えております最終的なですね目標というのは、私たちノーニュークス圏って言ってます。要するに原子力の恐怖から逃れて生きる権利、これは基本的人権だということでですね、これをまず日本から確立していって、本来世界中のこれは人権宣言に等しいようなものだというふうに思っておりますので、そのことの中でですね、実は私この山本先生がずっとこういう活動されてるっていうことをですね、実は今日初めて知ったという非常に申し訳ない状況なんですけれども、早速ですね、ぜひ私どもも先ほども申し上げましたように、山本先生は私たちの弁護団の一員にもなっていただいておりますので、ぜひですね、今日こういう集会を、していただいたわけですけれども、さらにこれをですね、山本先生のお話も随分もう前からこれをやっておられるということは、かなりいろんなことをですねご存知であるはずだと思いますので、ぜひちょっともう一度というかですね、あちこちでですね、今日はですね、このにおられる方プラスもちろんこの方がいろんなところでまだ今日の話はどうだったかということをお話しされると思いますけれども、さらにですね、もっと広げていく、やっぱり市民の運動としてですね、広げていくことがすごく大事だと思うんですね。で、それとまさに今この国会の議員の方たちと連携していく、やっぱりベースがですね広くないと、やはりどうしてもその運動というかですね、最終的に国会での議論もですね低い状態になってしまうというふうに思いますので、私どもぜひこのことでですね、ぜひこの運動をですね広めていきたいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。両方としても受け止まっております、小川さん、すみません、そして辻さんと、じゃあ3人、もう少ししたら出なければならないので、先に意見というか感想を伝えさせていただきます。前参議院の大川雅子と申します。資料の2のところに、佐藤さんたちが2011年の11月に、この公害犯罪処罰法と、それから、この放射能汚染防止法、ここから作るというふうに発想されて、この要請文を持っていらしたときに、私は目から鱗でした。こんな公害犯罪処罰法が、わずか7条の法律ですけれども、これが活用されないままにですね、来てたということと、それから当時、この最悪の公害物質というふうに考えれば、これに対して、水質汚濁防止法も空気も土も、除外してたわけですね。こうしたものを私たちは容認、黙認というか知らなかったというか、そこに考え至らなかったっていうところがあって、そういう意味ではこの生活者目線から発想されて、このことをやっぱり今だからこそ必要だという声が上がってきたことを本当にきちんと受け止めなければならないというふうに思っています。残念ながら私は今バッジがなくて、この夏の参議院選挙で本当にもう一度戻ってこの原発問題やりたいと思っているんです。これはもう安倍政権では原発は推進しかありませんので、これは政権を変えなければ原発ゼロ社会は実現しません。で、その間本当に再稼働というものもあるんですね。こういう再稼働にブレーキかけていくためにも、放射能の汚染は事故がなくても通常のところの生活の日常からも出てるということをやっぱりはっきりさせて、これを絶対に出させないと、その
最大限までやっちゃうんじゃないの、基準を決めるとという不安はいつもあるわけですけれども、そうしたところは厳しいものを作るのは、先ほど発言された原子力資料室の晩さんとか、本当に放射能の専門家の方たちのお知恵をこれから入れて、法の仕組みとしては私は可能じゃないかというふうに思っています。今はそれを法律に、対抗するものが全くないわけですから、当時子ども被災者支援法等の、法律作りで奔走していて、こういった公害的に見るという見方をやっぱり時間を取ってできなかったですね。ですから今日皆さんいろんなご意見をお持ちと思いますが、私は基本的にはこれは市民には分かりやすいものではないかなというふうに思っています。ちょっと事前に発言させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。国会議員、地方議会議員をできるだけ一人でも多く増やしていかないといけないと思います。すみません、3人のフェアがありましたね。すみません、じゃあちょっと10分なんですけれども、知事ですけれども、ちょっと補正が悪いんですけれども、山本さんの資料で関係者の海外、調査で、2月13日関係者報告っていうの正式なタイトルと許可扱っているか教えていただければ。それから2つ目はですね、この汚染、放射能汚染防止法の概要について、目を通しただけではわからないというのもあるんですけども、例えば今の瓦礫の処理で、例えば一つの県に1箇所、あるいは最近は茨城県は複数の箇所とか、なってますけれども、そういった瓦礫の処理に対してどのような考え方を持っているか、それから合わせてですね、これは皆さん環境省と原子力規制委員会かな、の市議会傍聴してないとなかなかわからないと思うんだけども、結構瓦礫をですね、さっき鉄筋の話がありましたけれども、ああいった資材を再利用しようって話になってですね、で、今ちょっと、正式名称を探そうと思ったけれども、ちょっとわからないと、2週間ぐらい前に原子力規制委員会主催の審議会の中で、東京電力は理大としては説明しなかったんだけども、委員の方からですね、コンクリートの再生利用は考えているんですかって、考えてますってことは、逆に言うと複数以来のいわゆる廃棄、放射性廃棄物が全国に拡散するってことなんですよね。ということで、この辺はこの法律の中にどのように取り込んでいこうとしているのか、考え方をお聞かせいただければ幸いです。よろしくお願いします。少し重なり合う形の回答になるかもしれませんし、不十分かもしれませんけども、お話しさせていただきますけれども、まずは瓦礫なんかの問題でですね、今どうなっているかなんですけどね、法律的に。要するにやっぱり行政庁っていうのは法律に基づいて仕事するわけなんですよ、基本的にはね。で、できるだけ、いい加減な法律を作っておけば自由度が広がるというようなところがあるんですけども、放射性物質をいろんなものに混ぜて使ってるとかっていうお話ですけどね、これを先ほどの話の中のどこに当たるかっていうとですね、大気、水質、土壌の規制なしに廃棄物処理法を適用した、これ自体が大体ばらまくことでしょう、ゴミとして。その他にまだあるんですよ、規制基準も何も作らないで循環型社会形成法をあれ適用しちゃったんですよ。そうするとあれは再利用するっていうことでしょ。だから放射性物質規制もない入ったものをですね、最終利用するというようなものを作るわけですから、ああいうことに対してはやっぱり国民として怒らないとダメですよね。自分たちは何だと思っているかと言わなきゃいけないので、こういうことがあるということで、やはり、
ちんとした規制をしなきゃならないっていうのはやっぱりどうしても避けられないと思います。だからそれとですね、実はこのガイドブックで書くのをずっと遅らせてきた部分がですね、自治体の取り組みなんですよね。自治体でゴミの問題ありますよね。それで各自治体の人たちが活動する中でそのいい方向が出てきたら、そういうものを参考にして整理しておこうかなと。あるいはどこかの福島のですね、どこかの町なら町が放射性物質を町の公害原因物質として取り締まるというようなことが出てきたらですね、これはもう法律が一気に有名になっちゃうんですよね。みんなそれを知らないと。しかし知っている人はちゃんとこの近くにいるわけですよ。それから各都道府県の人たちも知ってるんですよ。で、佐藤さんがある時に質問してるんですよね。それは環境省の人は何て言ったかって言ったら、答えられませんって言ってるんですよ。それは適用になることは、あるから答えられませんって言ったんですよ。分かっていれば適用になりませんって言うんですよ。だって法律に書いてあるとか適用になる。だからそういうことをですね、ぜひ45年前、もう少しで半世紀経ちますけれども、私が覚えているのはですね、この原発の時よりも本当に郊外の人たちの状況っていうのはひどかったんです。これ最近調べてみてもちょっとネットでは出てこないんですけど、私のこれ記憶にあることですからね、覚えてるものなんですけども、脳性麻痺になったお子さんをね、水銀なんかでお子さんを写真に写したりしている人たちに対してどういう罵声が浴びせられたか。自分がおかしな子供を産んでいて、企業のお世話になったら企業のせいにするとは何事だというような非難を受けたりした。これもひどい話ですよね。でそういう中でやっぱり被写体になったりしてですね、してきた人たちが世界に先駆けてああいう法律を作ったということも考えてですね、自治体も一生懸命頑張って、国の法律が自治体の作った条例よりも遅れたものを作って大恥かいたりしてるんですよ。ですからそういう意味でもきちんとやっていかなきゃいけないと思います。それからアメリカ の法律については私もあれこれ読んでもですね、実は州の自治体条例が法律がなのかこうなのかということで、はっきり言って頭の中で整理されたこと実はいつも一度もないんです。これは私 の能力不足です。でただ軍事産業と結びついているものですから、いろんなところで、海外で、爆弾にしたりしてやってますけど、ああいうところから見るとアメリカは決して、立派ではないと思います。ネバダ州の近くのユタ州から札幌まで来ていた若者、取り組んでいる若者に聞きましたけれども、とにかく日本よりもひどいですよというような言い方はしてました。反発はですね、非常にダイレクトにやっつけられるというようなことがある中でやってみたということでした。で、私としてはそういうところの知識はあまりありませんけども、45年前のですね、方々の取り組みについて、なお不十分ですけども、その延長線上で取り組んでいきたいと思っております。はい、じゃあすみません、質問を継続します。大久保さんと同じ原発マイクロソーションの世話人の野添と申します。実は先生の名前を伺ったのは私川崎に住んでおりまして、川崎 のいわゆる放射線汚染廃棄物、それの焼却灰をめぐってどういうふうに市と対応していこうかって言って、やはり一つは作業員の方たち その安全を守るというか、で今一つはやはり生活の中に焼却灰として私は随分と含まれているものですから、で現在川崎の方でいきますと、いわゆる市の方で8000ベクレルまでのもの、ものについては浮島の方で保管をしていると。でそれ以降どういうふうにやっていくのかということについては、市自体は以上であれば文科省 に預ければいいわけですけれども、だからその預けるようにして持っていけばみたいなことを私とも冗談申し上げるんですけれども、市の方としてはやはり東京湾に埋めたいっていう、埋め立て地に使いたいっていうので、今それをいわゆる市民 の流れとしてストップされているっていうところで、一つはそういうヒントを実は先生がプロノクでやられてたっていうことと、それから送っていただきましたそのハンドブックを見て、
その何人かの者たちでいろんなその廃棄物関係の処理の法的な問題とか、それからあのいわゆる産廃との関係とか、そういうことを学ばせていただきました。で、今一つあの先ほど先生のそのパワーポイントの中にあったその4ページ目のところの原子力関係法律の構造のところで、その電力会社は自分で作成した保安規定っていう、どれの4ページですか？あ、これですね、これの、これの4ページの左上の方の原子力関係法律の構造のところの丸1のところに、まあ、あの結論先取り的に述べるとっていうところで、電力会社は自分で作成した保安規定という、ここのところはあのやっぱり原発メーカー訴訟を関心のある者にとってはやっぱり製造メーカーがマニュアルの基本を出すわけですよね。で、あくまでこのマニュアルというのは保安規定というのは運転マニュアルでしかないんじゃないかなっていう。で、やはり責任は当然運転をするあの電力会社にはあるんでしょうけれども、それのネタ元はやはり製造メーカーがあのよく熟知してて出していくのではないかっていう。で、ここのところについてちょっとその右側のところにも保安規定電力会社作成としてありますけれども、やはりあの電力会社はそういう技術的なあのものっていうのは運転技術については慣れようと習熟の度は高めるんでしょうけれども、何してそれがそうなっているのかっていう、そういうあのいわゆる科学的なとか工学的な意味合いについてどれほどあの知識があるのかっていう、つまり責任を取ろうとすれば電力会社に今取らせていくっていう法律体系になってるわけですけれども、そこのところがおかしいっていうのがあのメーカー原発メーカーの製造責任を問うっていう私たちの基本的な立場ですので、ここのところもう少しあの分かるように教えていただきたいなと思って質問してほしいです。ではすいません、今のご質問に先にご回答ありましたらお願いします。あの実はですね、原発関係 の訴訟の代理人になったりもしてるんですけども、あの私自身はですねもう5、6年前に、セミリタイアした人間で、あの直接の質問は担当できません、それでもよろしいですかっていう形で参加させていただいております。で、ただあのこういう運動と並走する形でですね、訴訟の記録についてはこれまた読むのが大変なんですけどね、もう膨大な量があるもんですから、あの京都地裁とかですね、あちこちの読んで、あの大変本当にみんなあのすごい頑張って、立派なものを作られて、おってですね、なんとか買ってほしいと、そちらの方で勝つことが法律の整備にも結びつくし、法律があの整備されていくことによって、例えば仮に法律がまだできていなくてもですね、こんな保安規定みたいなもので、まるで事務所のマニュアルみたいなものでですね、人の危険を管理していい、危険性について管理していいのかというようなことを国会で公になればですね、そういったものが訴訟にまたその記録が反映されていくというような形があると思うんですよね。で、製造物の確かにもともとこれ、メーカーの責任がさっぱり問えないような状況がずっと続いてきているということについて問題になってたんです、昔から。で、そして実際にはですね、ある時期には電力会社が嫌がっているのにメーカーグループがもう電力会社にですね、作れとやった時期もあるんですよね。東京電力なんかは嫌がった時期もあるんですよ。全部嫌がったんじゃなくて、これは嫌だと、ここまではもうやるのはする必要ないとかって言った時にも、やっぱり背景にそういう巨大な産業があるんですからね、そういうようなことがあって、メーカーの責任についてはきちんと問うようになれば、これは原子力政策に大きな影響を与えるので、私自身は代理人なのに注目していると言ったら大変無責任なんですけどね、そういうようなことです。それからもう一つですね、訴訟とこの立法の運動についてちょっと付け加えさせていただきたいんですけれども、こういう問い合わせが相当あったんですね。それはどういうことかというと、この考え方で訴訟の場でストレートにこういうものをやったらどうかとかって言うんですけど、実はですね、それは非常に危険です。というのはですね、法律を整備せよっていうのは法律の欠陥を明らかにして、この法律じゃ人間は守れないっていう形で、攻めるわけですね。一方ではですね、
法律というのは大体こういうことについては不十分なんですよ。それを何とかしてその有利な方向に解釈をして、憲法だとか一般論を使ってですね買っていくと。ですから現象面においてはこの原発だけではないんですけれども、現象面においてはですね、こちらで言っていることとこちらで言っていることは逆になるっていうことは、これ法律の世界ではですねしょっちゅうあることなんです。というのは社会的な実態と法律っていうのは食い違っているのが普通ですから。ですからそれをストレートに融合するんではなくて、それぞれが並走する形で、横でですね 見ながら あれいいなとかっていう形のものを取り入れたりしながらですね、掛け算にしているっていうやり方が一番いいと思います。ストレートにやってしまいますとどちらの方も切れ味が悪くなって効果が逆に減災されることもありますので、そのあたりを気をつけながら双方に有利になっていけばいいなっていうふうにいつもそういうふうに思いながらこの辺を進めております。よろしくお願いします。フェミンの片岡と申します。山本先生のお話は5年前に函館で五星仙台追放の時 の分科会でお聞きしてから5年ぶりなんですね。でその時ちょうど2012年の秋だったと思うんですが、私たちは本当に食べるものなんかもね、放射能検査したりとか非常になんかこうストレスフルな生活をしてた時に函館に行って、そこで分科会で札幌の船橋さんが中心になってやられたんですけど、そこで話聞いた時に私なんかまだそこまでこう新しい法律作るっていうことまではもう本当に考えられない、割と切羽詰まった状態だったんですけど、今日2度目で話聞いて本当にすっきりしたなっていう気がするんです。それはなぜかというと、昨日も私原子力規制委員会の、汚染水の凍土域のあれの傍聴してきたんですが、やっぱり汚染水どんどん増えてて、これから私は例えばトリチウムなんていうのは水に溶け込んで絶対それだけ取り出すことはできないようなものをね、多分規制委員会もお墨付きでそのうち薄めて流すっていうようなことにこれからなるんじゃないかなっていう不安をいつも思いながら傍聴してるんですけど、その時にやっぱりこういう法律があってね、放射能の汚染をちゃんと未然に防ぐ法律がなかったらどんどん薄めて海は本当広いのでね、本当に薄まった状態で日本がどんどん放射能を出してしまうんじゃないかなっていうような気持ちもありますので、やっぱりこういう形は、先ほどの話で不備になっちゃうかもしれないとかっていうのもありますけど、やっぱり今日本がこんな風にして汚染を出している時なのでね、やっぱりみんなで何か知恵を出し合ってきちっとした法律を作ることで市民がねみんなで協力し合えればいいなと思いまして今日は参加しました。それで一つだけお聞きしたいんですが、今やっぱり薄めるっていう形で非常にこれから出てくるかと思うんですけど、そういう時山本先生はどのようにね昔、農薬なんかは総量規制じゃなかったんですが非常にたくさん使われるようになって総量規制とかが出てきたと同じように、この放射能に関しても総量規制とかなんかそういうことも含めて考えられているのかどうかちょっとお聞きしたいなと思いまして、今日は本当によろしくお願いします。その説はお世話になりました。あのですね、当時からは佐藤さんはじめ、それから生活クラブっていう大きな消費者団体にそういうところが参加して取り組んできたんですけども、今の薄めてを海に流すんじゃないかっていうようなね話ですけれども、先ほど言ったその拡散希釈っていうかね、そういったことがもう原則論的なものになっているっていうことが実際もう行われているものなんですよ。そして法律制度そのものが言葉には出さないけれども見ればもうそういうふうに消化せざるを得ない。そこで、福島の汚染水ですけどね、ほんの
希望感を突入の日経に規制委員会の委員長が水に薄めてですね、水に流す方向を考えられていたんだって言ってたでしょ。あれはあそこに溜まり続けたものをどうするのかっていうふうに考えた場合には、実際にあれ対応のしようないと思うんですよね。ないと言っちゃったら諦めるのかっていうことになるんですけども、それぐらい深刻なんですよね。しかもそこには法律がないから、規制もなんもないから、結局みんなが諦めるまで、小出しにしてこうしなきゃならない、ああしなきゃならないと言ってるうちに、もしみんな反対運動もさほど出なくなってしまうだろうというようなことをでも考えているのかなというふうに思わざるを得ませんよね。それはあれだけのものを海にですね、流すと考えているんですよ。トリチウムなんかも除染の必要ないっていう、ですからこれはやっぱり規制するものをきちっと作って、しかも垂れ流すというずさんな管理をして垂れ流しても処罰もされないわけですからね。もうこれはもう法律の世界じゃないですよ。ですからそのあたりをぜひ特にですね、北海道からだとやっぱりこのあたりは遠いんですよ。飛行機代も高いしね、そっちに行くというよりも行かないのですから、どうか私らが北海道に住んでいて、もともと酪農やってまして、牛の世話をしたものですから、だからそういうものをこの辺のあれですよね、コンビニ行ったってスーパー行ったって、何日か前にあれ農場で作られたものですよ。それから漁場で作られたものを食べてるわけですから、ぜひ汚染をですね、させないような工夫をしてほしいと。で我々が考えるのはやっぱり法律で強制しなければお役人さんたちはそれ動きません。でずるずると流してしまう。それからすでに汚染されたゴミについてもね、とにかくいつまでもそのこと考えてもしょうがないなっていうふうにみんなが思うまで、ずるずるやってちゃうんじゃないかなっていう、そうはさせまいという気持ちでやってますので、一つよろしくお願いします。ありがとうございました。あと10分ですので、今までお手が上がっている方が今2人いらっしゃるので、3.26 の事務局をやってます青木と申します。で、東京に住んでます。で、東京の役割というのは今山本弁護士さんおっしゃったように、大変重要な役割を持っていると思うんです。で、まあ、はっきり一言で言っちゃうとですね、これだけつまり究極の有害物である放射性物質およびその汚染物についてですね、環境保護関係でですね、現状でなんで危険物としてですね取り扱われてない現状があるわけですよね。この現状を変えていかなきゃいけないということはもう絶対緊急な課題だと思います。で、そこは山本さんだとかですね、札幌の皆さんがずっと長い間取り組んできたことが続いて本当にやばいです。自分たちも十分できなかったということを本当に反省しています。で、一つご質問なんですけども、環境法、環境基本法で除外規定を取ったということなんですけども、その後ですね2013年に法改定しまして、空気大気汚染防止法と水質汚濁についてはですね、これ認めていくっていうことをやったんですけども、ただちょっと変化球を投げてましてですね、従来は都道府県知事が常時監視してチェックしていくっていうふうになっていたのを、国が常時監視していくっていう。で、我々は瓦礫の問題ずっと取り組んできましてですね、原子力規制庁がですね、環境省に移ったのは、経産省、事業省である経産省が、経産省の中に、事業を進めていくアクセルとですね、ブレーキ役の規制庁があるのは、そのブレーキ役の役割を果たせないだろうということで、環境省に移したわけです。ところが実際に、
関係者を移った時に瓦礫の広域化処理だとか除染処理だとかという、まあ、環境省としての一つの事業を放射能汚染対策の事業をやっていく。で、事業をやりながらそれが、環境へ、健康に対してどういう影響をもたらしていくかというチェック役をですね、環境省特に国がやるっていうのはおかしいだろうということで、まあそれは現状議論のままなんですけども、そこらについてはどういうふうにお考えかっていうのをちょっとお聞きしたいんです。ちょっと把握できなかったら再質問していただきたいんですけども、常時監視が、はい、都道府県がやっていたものを国がやることになったという問題ですね、はいはい、もともとですね、これは基本はこういうことなんです。法律的にはですね、環境基本法に書かれている、もともとは都道府県知事が行うと言っていたものがですね、法律的には国が責任でやらなきゃならないんですよ、本当はね。だけどもそれを法定受託人といって、あそこでは法律に基づいて都道府県が知事がやるという、これが法律と形式的な解釈ですね。ただ実質的に考えると、自治体が住民のためにその監視役を果たすというのは、実質論としてはそれが法律的には法定受託義務であろうとなかろうとね、自治体にやらせるべきだっていう考え方は割と広く行き渡っていたんですよね。だからそういうふうに捉えるのはいいんですけれども、法形式的には国の責任でやらなきゃならない。だけども、都道府県知事にやらすことになったと。それからそういうふうになった経過はですね、もともとは最初は国でやってたんだけれども、国でやってもさっぱり効果が上がらないもんだから、結局は自治体にやらせたという経過もあるんですね。ところが今回についてはもともと自治体に法定自宅事務として決めなければ国がやることになるんだから、国がやることになってしまったよっていう形のものが今の法律の仕組みなんです。ただ私の考えでは前と同じように、やっぱり自治体に対して責任を持っているのはまず原発に関しては都道府県知事ですよね。都道府県知事が責任を負って、文句があったら都道府県にみんなが行けるような体制をきちっと作らなければいけないというふうには思っております。それと現実のつもり、これまでですね、観測をしたり、なんか北海道では同立衛生研究所というところで、やってるんですけども、そこの研究員の方がずっと昔からレポートをですね、送ってくれたりしていたんですけども、それなんかずっと見ていると、もともと自治体でやっぱり文部省の委託事業でやってたんですけども、もうほとんど自治体の仕事っていうふうに捉えてもいいような形でやってたんですよね。ですからそれは自治体の本来の自治体事務だと言っても、まあ理屈は法律論としてはそういう理屈も成り立つんですけどね、実践的にはともかくこれまでやってきたように自治体のやり方でこの放射性物質についてもやれという要求運動はしていく必要があると思います。でももう一つありましたか、もう一つなんか質問。とりあえず言ってるんですもうあと2、3分しかないんで、私山崎勝間先生から聞いたんですが、大阪瓦礫裁判前回負けたんですね。それはバグフィルターが実際には 99.9% 取れるということを国は言っているんです。でも科学的弁護としては 60% しか取れないということなんですね。それも実験もし裏データも取って出した。そして裁判官はどう言ったかというと、これは事実として認める、しかし国が 99.9% と言っているから、だから負けなんだという形で裁判が行われたと。それで先生は控訴することを望んでいる。しかし私がこの間衆議院委員会館、第二委員会館に行ったら、裁判官訴追委員会室というのがあったんです。それは一体何なんだろうと思って聞いたらば、衆議院議員で10名、参議院議員で10名、さらに補欠の人たちが5名、全部で30名で裁判官の訴追委員会っていうのができてるんですね。つまり国の方針に従わない裁判官に対しては訴追ができる。
全然その三権分立になり立ってないわけです。それで一方でですね、アメリカのプエルトリコのビエケス島という島があるんですが、これは米軍の海軍が劣化ウラン弾の実証実験所になり、さらに核弾頭を海にどんどんボドボド落としたので30代の人たちが皆癌になったんです。で、このビエケス島という島はそれこそ科学的な調べるようなことができないので、どうしたかというと、この人たちが実際に反対行動を取るようになってバリケードを封鎖しているのを取っ払うようになったらば、そこへ出てきたのがケネディ大統領のロバート・ケネディの息子の国際弁護士だった、国際司法弁護士だったんですね。で、この人が国際司法裁判所に訴えたんです、主人。そしてどうなったかっていうと、アメリカの海軍が負けました。で、その結果国民投票することになり、で結局みんなは病気になるのは明らかになる。だって髪の毛からウランとかスギンが出るようになったんですから。でそれらのウランとかスギンが出るようになるっていう、このことでさえ全米の科学者が団結して協力したんです。その中にロザリー・バーテルがいたんですよ。だから私が言いたいのは、もうこれはね、国内だけの問題じゃないんです。なんでか、日本はいろんな国に輸出しようとしてるじゃないですか。輸出しようとしている国々の人たちは科学とか何かまだ全然発達してない国なんですよ。だけどこれに対して私たちがきちんと国際司法裁判所に、今裁判は日本はこういうことをやっているんだということを連携してもらいたい。そして岩波の科学とか岩波の世界の読者に、私たち市民はですね、こういう問題、科学として裁判官はどのようにこの問題を日本では扱っているか、これをきちんと文章化するようなもの、これを追うような形のもの、これ連携プレーですね。そして例えば今回だって三輪さんなんかこうやって録画してるじゃないですか。この録画に対して英文でもってテレビが出て YouTube に流したら全然違ってくると思うんですよ、動きが。こういうことのには一つずつお金がかかるんです。原子力資料情報室は通訳、同時通訳が雇うだけで2時間で14万円も払ってるんですよ。だからね、こういうようなことの一つ一つが連携ができてくることを願っています。それともう一つはね、短い国会議員、はい、国会議員は原発ゼロの会というメンバーがいます。で、明日ある文書はストップ・ザ・文書の事務局で、脱原発政策実現全国ネットワークは原発ゼロの会の議員たちと一緒に行動しています。それをお願いしますね。ありがとうございます。本当時間が過ぎてしまいました。私どもは今回はあくまでも始まりの第一歩だというふうに捉えています。まだまだ国会議員の方に働きかけをして、市民と議員が同じ目線で一緒に取り組んでいくと、その第一歩だということで、今日いろいろご提案とかですね、問題提起もいただきました。事務局としてどこまで整理して、これをですね、今後の活動に生かしていけるか、できるだけ広く皆さんに方に返していきたいというふうに、思いますので、今日は本当に長時間、お話しいただきました。北海道から原田が来ていただきました、山本弁護士として佐藤トリコさんに感謝の意味を込めて拍手で、どうもありがとうございました。